3年間あっという間でしたね。うん、ほんと3年間いろいろあったね。最初幼かったけど4月入学して、あの時は初々しかった幼かったですね。5月にはもうキャンプ遠足も行きましたもんね。うん、そう、なんかキャンプって言えばカレー作ったでしょ。その時にね、なんか覚えてるのが卵が余ってて、でその卵誰のって聞いたら、まあ、ある生徒だっていうから、カバンに戻しといたの。そしたらその子が全然気がつかなくて、そのカバンを振り回したり投げつけて遊んでたりしたらしくて、もう中が悲惨になっちゃって、でもその後なんかクラスの1の7だったんだけど、みんなで片付けてくれて、それがすごい思い出に残ってるんだけど、いや、ごめんね優しいじゃあ次は6月体育祭ですかね。体育祭といえば、私は来て8年間体育祭見てますが、なんといっても、この8年目が一番応援が盛り上がったなって思います。もう最初の頃なんか本当に、もう大変だなっていう感じだったんだけれども、やっぱり今年はすごいなって思いました。どうですか？まあ、うちのクラスは赤組で、まあ、団長が、あと、がいたので、まあ、よく頑張ったなと思いますね。成績去年、クラス3人でしたよね。はい。くんといえば、なんと言ったって、2年生の時のアナウンス。もう、プロじゃないかっていうくらい、誰だこのアナウンスはっていうくらいびっくりしました。どうでした？私のまた、今、クラスにいるんですけど、なんか彼は、休日あの犬の散歩、それが趣味みたいです。そう、でもこれからね、あと何回体育祭できるかわからないけど、また後輩も頑張ってほしいと思いますね。そうですね。じゃあ次は文化祭ですね。文化祭ですね。文化祭といえば、先生の2年1組はダガバタいっぱい売りましたね。売りました。どんだけ価格でいっぱい洗いました先生のところあれですね、焼き鳥。そう、9組ね、やっと3年生で食飯ができましたねいっぱい入れてよかったです。美味しかったです。はい、ありがとうございますステージ発表もね、頑張ってましたね、いろんな部活の発表があってよかったですね。ダンス部の、あの、ソーダの列も見ものですね。毎年恒例のソーダの列もすごかったですね。あとは、コスプレ捕まったやつ、起こしたやつ、起こしたやつですね。卒業したらね、思う存分ね、楽しんでもらえればいいかな。注目は見ちゃってください。じゃあ、続いては、はい、はい、修学旅行でーす。で、修学旅行ですね。修学旅行はね、天気は良かったですね。あ、天気良かったですね。もうこれもうね、生徒も職員も行いがね、あーってことなのかな。料理も美味しかったですね。美味しかったですね。ホテルも良かったですよね。ホテルはね、ちょっとなんかありましたね。ちょっとなんかプールに入ったやからもいましたからね。評価されてないのに、ちょっと勝手に考えました。でも伊江島もね、はい、行ってよかった。島もね、よかったですね。海綺麗でね。でも私はプライベートで2回ね、行ってたんですけど、今回、ね、平和の礎、ね、平和教育、ね、あとは、トランプとか出ちゃったんでね、これもね、非常にね、まあ、個人的にも非常に楽しかったですね、本当に。はい、じゃあ次、あ、三学期、じゃあ次は三学期のね、はい、はい、はい、VTR 行きましょう。はい、先生どうも3年間お疲れ様でした。はい、本当に疲れました。特にあの2年生の時のクラス、何だったんですかね。例のあのギャルクラスですね。そうです、ギャルクラスです。あのクラスの放課後よく一緒に掃除しましたね。そうですね、毎日掃除をしても次の日にはすぐにゴミ屋敷になってましたからね。あとあの落書きね、もう下や先に次々書いて、なんてやつらだって言いましたけどね。そうですね、本当に立ちぼっこでしたね。あ、でもあのギャルたちも中学卒業まで見つけましたね。奇跡ですね。本当よかったよかった、本当におめでとうと言いたいところですね。はい、では最後に先生から3年生について送る言葉をお願いしたいと思います。37期生の皆さん、卒業おめでとうございます。総合高校、残念ながら閉校するということになってしまいましたけども、まあ、この総合高校という場で、3年間
一緒に過ごした思い出っていうのは消えないものだと思います。で、また社会に出てからも再会する機会あるかと思います。で、まあその時にね、また一緒に思い出を語り合いたいなと思います。じゃあみんな元気で。